澄んだブルーが美しいネモフィラや、白のレースのような花を咲かせるオルラや、おととい高知市の牧野植物園のコンコン山広場では、青空のもとに空色の花畑が広がっていました。10種類1万5000株の花畑を歩くイベント、コンコン山花散歩です。コロナ禍でも開放感を味わってもらおうと、高知の空をイメージさせる花を多く植えています。え、綺麗です、すごい。いいな、お花あった。あった？どれが好き？この辺のお花。うん、どれ？青いの？うん、青いの。で、初めて来たんですけど、すごく今で言うと映えてるっていう感じで、綺麗で本当に良かったです。この景色を思い出に残してほしいと、広場には映える工夫がありました。おすすめなのがこちら。ここで写真を撮ると絵画のような一枚が撮れるんです。他にも牧野博士と記念写真を撮れる場所など3つのフォトスポットが設置されています。さらに気持ちのいい青空、この新しくできたデッキに座ってみると抜群の景色を楽しめます。今回新たにウッドデッキが完成、景色を楽しみながらくつろげます。園はコロナ禍だからこそ花が持つ癒しの力に期待を込めています。まあ、コンコン山広場全体をこう、まあ、歩きながらお客様にこう十分にこう、まあ、開放感をこう感じていただいて、まあ、明日への活力につながるように感じていただけると嬉しいなと思います。この日はオーテピア高知図書館とコラボレーションしたハラッパ図書館も登場し、絵本や植物に関するおよそ100冊が並びました。コンコン山花散歩は来月9日まで開かれ、花畑はゴールデンウィーク中に見頃を迎えます。